父親に聞いて。ドンクモデルの聞かされラジオ。ドンラジ。ここからの時間はドンクモデルの聞かされラジオ、略してドンラジ。札幌市のモデル事務所ドンクモデルに所属する私たちが最近のちょっと気になる話題を持ち寄って思わず聞かさるラジオのせいにしたくなる、そんな日常会話系おしゃべりプログラム。お相手は私みつきと、というかですね、今日は私みつき一人でドンラジやっております。これ生放送なんですよね。なんかさっき緊張してないとか言ったんですけど、30秒前ぐらいからもう緊張しすぎて、大きい声出してました、一人で。結構今久しぶりすぎて緊張してるんですけど、いやね、頑張っていこうと思います。応援してください。というわけで、先週のドンラジでもお伝えしましたように、12月のドンラジでは一人ドンラジ月間でして、12月は毎週ドンラジのメインパーソナリティ4人がですね、週替わりでソロで担当していきます。で、そうなんですよ、今日の初回のトップバッターが私みつきなんですよね。一人生放送はさせていただいたことが実はありまして、でラジオの前でね、知らない方もいらっしゃるかと思うんですが、今年の3月までノースウェーブのクロスジャムという番組で DJ をね、約4年ほどさせていただいておりまして、DJ のジャイアンさんと2人で一緒にやらせていただいたんですが、その中で1人で生放送やる時期っていうのも少しだけあったんですよね。で、まあそれ以来なんですよ。で、それもまあでもね、今年の初め頃なんで振り返ってみたら1年経ってなくて、それもまだ今年の話で、そうなんだって1人でさっき今年の話だったんだってなってたんですけど、いやなんか1年早いなって思ってて、さっきチャボちゃんと山手さんが今年の感じの話してたんで、いや私だったら早だなってスタッフさんとここで喋ってたんですけど、いやでもこうね、いろいろ考えていくと1年長かったなって、濃かったなって思いますね。なんか駆け足できたようだけど濃いんで、やっぱり私が考えるとしたら今年の漢字一文字は恋にしとこうかな。恋って恋愛のあっちじゃなくて、恋味濃いなの恋の方です。人生1年濃かったなの方にしようかなと思います。ということでですね、まあ、年末なんでこんな話もしながらなんですが、一人ドンラジ月間では担当のドンクモデルそれぞれが自由にテーマを設定して喋らさっていきます。で、今日私みつきのトークテーマですね、まあ、年末のお話ししたんですが全然関係ないテーマです。ズバリ名前の由来をテーマにお話ししていきたくて、まあもちろん皆さんお名前あると思うので、それぞれ名前由来があると思うんです。皆さんの名前、あとはペットで飼われてるワンちゃん猫ちゃんとかね、ペットの名前の由来もそうだと思うんですが、あとラジオネームってあるじゃないですか。ラジオ投稿してくださる皆さんね、ラジオネームの由来とかも聞いていきたいなと思うので、ぜひぜひ名前の由来教えてください。で、このテーマにした理由をですねお伝えしたいんです。この一人生放送決まってから、テーマ考えてねって言われて、頭の片隅でちょっといろいろテーマどうしようかなって日々考えながら過ごしてたわけなんですけど、まあ、街中歩いててふと目についたのがコウキさんのポスター。コウキさんってモデルのコウキさんね、あの方コウキさんなんですけど、本名がみつきなんですよ。で、そのデビューの時の新聞にも漢字で本名も書かれてて、で私の漢字と名前一緒なんですよね。で、それを見た時に、あ、キムタクはどういう気持ちでみつきにしたんだろうって思いまして、これは名前の由来を聞こうと思ったんですよ。それがテーマの理由です。まあもちろんですね、キムタクさんに電話つなぐなんてことはおこがましいので、おこがましいっていうかつなげないので全然つなげるなんてこともできないので、その理由はわからないんですけど、ぜひ皆さんの名前の由来とか教えていただきたいなと思います。そして私のみつきっていう名前の由来も後でね教えますので、ぜひみんなで名前の由来でワイワイしましょう。ということで、本名でもいいですし、ラジオネームでもペットの名前でもいいですので送ってください。メッセージはこの番組のメッセージフォーム、またはアルファベットで
donk ドンクアットマーク 825.fm ツイッターシャープドンラジまでどしどしお待ちしてます。それでは毎週月曜日16時30分からドンクモデルの聞かさるラジオ、ここからの30分間生放送で聞かさってください。43分20、はい、どんラジ、お送りしたのはパフィーアジアの純真でした。この1曲ですね、私が生まれた1996年リリースということで、この楽曲を私高校生の時にハマってて、でその時に調べて、え、生まれた時なのっていう、16、7の時に聞いて、16、7年前の曲すごい可愛いみたいな感じでね、聞いたのを覚えてて、で今聞いてもすごく好きだし、まあ、全然みんな知ってる曲だから、やっぱ曲ってすごいですね。すごくみんなが知ってる曲っていうのはやっぱりね、ずっと売れ続けるというかね、聴かれ続ける楽曲なんだなって、90年代の楽曲とかをこうやって調べててすごい思いますね。はい、ということで12月のドンラジは一人ドンラジ月間です。私みつきのソロ回で今日はお届けしてますが、今日はですね、名前の由来について喋っていきたいんですが、そう、私の名前の由来からねお話ししていきたいんですが、私の名前の由来をラジオでお話しするのにので母親と父親に聞いたんですよ、電話して、昨日ですね。で母親に電話したら、母親が、あ、名前の由来というか、美月の名前はお母さんノータッチだよって言われて、嘘でしょと思って、え、なんでって、いや、そうそう、ママ決めてないんだよねって言われて、え、なんでって言って、いや、なんかパパ一生懸命決めてて、ママもなんか、ママはね、マルとかフワとかノンとか、なんか丸い名前にしたかったんだけど、なんかそうもいかないで、パパが結局一生懸命考えた名前になったんだよねっていう、名前の由来聞けずに終わり。でその後に父親に電話をかけ、家の中に2人一緒にいたんですけど、なんか母親に自分で電話かけろって言われたんで一緒に家の中にいるはずの母親から電話変わってもらえず、私も改めて父親に電話して聞いたら、まあ父親が考えてたわけなんですけど、美月って漢字で光に希望の木で美月なんですけど、木村拓哉さんの娘と同じ美月で、で聞いたら、光り輝いてほしいっていう、私自身が光ってほしいっていう意味と、みんなを光らせてあげる希望になってほしいっていう意味が込められてるっていう風に教えてもらってて、小学校の時は光と希望のあふれた子みたいな感じで覚えてたんですけど、改めてそうやって聞いた時に、あ、そうなんだとともに、なんかそんな重役任されてたんだみたいな、みんなのこと輝かせられてるかなっていう、なんか不安とともに父親に聞いた、そうなんだって、ありがとうって、明日ちょっとラジオで話すねって言って電話切ったんですけど、なんか私そんな名前にすごいプレッシャー感じないでここまで生きてきてごめんなさいと思いながら、美月って光り輝かせる希望を持たせる子に、なんてそんな風な、ね、名前の由来があったなんて思いもせず、だからね、今後ね、誰かの希望になるようにちょっとでも生きていきたいなと思ったんですけどいや、でまあね、父親と母親に聞いて、まあ、母親がノータッチっていうことはね、本当にびっくりした、ただただびっくりして、でちなみに母親は兄の名前もノータッチでしたね。だから父親が両方私と兄の名前を決めてたということで、まあ、でも私的には美月っていう名前はね、漢字含め気に入ってはいるんですけれども、まあ、こんな感じで美月っていう名前ですね、つけてもらいました。皆さんのお名前の由来ぜひ送ってください。まあ少しいただいてるのもあるんですけれども、まだまだお待ちしてますのでお願いします。この番組のメッセージホームまたはアルファベットで donk@825.fm、 ツイートはシャープドンラジまで、本名でもペットのお名前でもお子様のお名前でもラジオネームの由来でもいいですのでお願いいたします。
それではもう一曲いきましょう。お送りするのはですね、こちらも私が生まれた1996年の曲です。そして木村拓哉さん主演ドラマロングバケーションの主題歌でした。久保田利伸ラララララブソング。どんラジ、久保田利伸ラララララブソング、お送りしました。さあ12月のドンラジは一人ドンラジ月間、今週は私みつきのソロ回です。トークテーマが名前の由来でお届けしています。皆さんの名前教えてくださいということでね、メッセージとかツイートいただいてるんですが、いただいてるもの読んでいきましょう。まずですね、応援メッセージもたくさんいただいておりまして、サーファーのヒロさんとかいっこまめさんもありがとうございます。皆さんね、懐かしいですね。お元気ですかお元気でしょうか。あ、この方も行きましょうか。ですね、あれちょっと待ってくださいね、この方から行こうかな。ラーコさん、みつきちゃんこんばんは。私のラジオネームの由来ですが、ズバリコカコーラが好きだからです。コーラを下から読むとラーコなんです。コは、漢字の子にしてみました。可愛いでしょといただいてます。ラーに伸ばし棒で子供の子でラーコさん。なるほど、そうですね、好きなものをラジオネームにする。確かにラジオネームって本名じゃないから、だけどこう読みやすくて短くて読んでもらえそうな、で自分が気に入るってなったら好きなものとかそういうのから取りますよね。あとね、似てるようなので、サーファーのヒロさんかな、いただいてたのがラジオネームは波乗りやるのでそのまんまです。ヒロは苗字の方から取ってます。おー、苗字なんですね。あ、じゃあどこかにヒロが入ってるんですね。なんとかヒロなんとかなんとかさん名前知らないからそうなっちゃいますよね。サーファーのヒロさんは波乗りやるのでということですね。なるほどなるほど、たくさんいただいてますね。他にもトリプル R さん、自分が生まれた時父は飲み会真っ只中で横に転がっていた瓶のラベルが風紀富に貴族の木ですね、風紀でした。お、この漢字いいねということで一文字取って〇〇木となりました。そのまんまでなかったのが好きですかね。なるほどなるほど、風紀という、でもお父様は酔っ払った状態でも、あ、息子の名前がっていう風に考えてたのはまだ偉いですね、偉いところですね。まあ、でもなんとか木ってなんかかっこよくて良さそうですね。なるほど、トリプル R さんもありがとうございます。あとはですね、いろいろいただいてますね。あ、エリオさんもお名前頑張ってってメッセージいただいてます。ありがとうございます。メッセージフォームでもいただいてたからそちら読もうかな。ミヤさん、みつきちゃんこんばんは。最近はラジオを聞いててもメッセージを送ることが少なくなってたのですが、黒ジャム懐かしいな。黒ジャムね、ありがとうございます。黒ジャムに送ってくださってましたよね、みやさんね、お久しぶりです、ありがとうございます。メッセージ送ってみました。私のラジオネームの由来は本名とは全くかけ離れていて、この名前になりたかったという感じです。私の本名にはなかなかあだ名がつけづらく、あだ名にものすごく憧れます。みつきちゃんはあだ名とかありますか？ちなみに本名の由来は海外でも使いやすいようにみたいなふわっとした由来でした。残念ながら海外に行ったことないです。あー、なるほど、本名は本名はちょっと言わないですけど書いていただいてます。ミヤさんね、でもミヤとか可愛いですね、確かにね。私ね、名前あだ名はありましたよ、カニとかなんかね、ちょっと身長高いんで手足長く見えるんです。高校生の時カニとか言われてて、あとはなんかアンガールズの田中さんとかちょっと似てるって、身長高いっていうのとかそういうので似てるみたいな言われたりしてましたけど、可愛くないです。普通あだ名ってちょっと可愛い感じだと思うんですけど、あ、ちっちゃい時はミッチとか、ミツキなんでミッチとかそういう風にありましたね。なるほど、皆さんいろいろ名前の由来がありますね。低気圧ボーイさんもいただいてます。山下達郎さんの大ファンの私、ラジオネームも高気圧ガールを逆にしたものです。あ、いいですね。いや、いいですよ。でちなみに山崎雅之さんと鶴さんが低気圧ボーイという曲をリリースしています。なるほど、低気圧ボーイね、高気圧ガールの逆、
低気圧ボーイさんということで、ね、低気圧ボーイさんもねたくさんいただいてましたけど、ありがとうございます。いやたくさんいただいてるんですが、あ、この方もいいんじゃないですか。ふーちゃんさん、ふーちゃんさん、私の名前は文章の世界で生きてほしいという願いを込めてつけたそうです。確かに文章を考えることが好きなのはあっていうか、素敵な考え方ですね。なんかそのこう文章の世界で生きてほしいとか、そういう名前でこうなってほしいみたいな、なんかこうまた違った視点で考えてるお名前の由来も、素敵、いいですね。なるほどなるほど、いやありがとうございます。たくさんいただきました。まだね読めてないのもあるんですが、ここで一曲いきたいなと思います。皆さんの名前がねこれからも呼んでもらえるようにこの一曲いきましょう。1999年リリースです。 Destiny's Child で Say My Name。 どんラジ、お送りしたのは Destiny's Child で Say My Name でした。そうですね、 Say My Name、 名前呼んでもらいましょう。でまだね名前の由来いただいてるんですよ。ラジオネームミッチーさん、なんとですね、うちの息子はみつきです。みつきくんです。呼び名は私が高畑みつきちゃんの名前が可愛いと思い提案し、漢字は夫が当てました。漢字の由来は人生という荒波をうまく乗りこなして光り輝く人生であるようにということらしいです。呼びやすくてとっても気に入っています。でこのみつきくんの名前が私のみつきのみつと同じ光で、木が騎士の木ですね。でみつきというお名前ですね。あ、この感じでみつきくんもかっこいいですね。男の子でみつきくんって私初めて会ったので、いやいいですね。この方も光り輝く人生であるようにということで、まあ、私とみつきくんとあのキムタクの娘のみつきちゃんがいればこの世の中は輝き続けるんではないでしょうか。皆さんもねたくさんありがとうございました。どんラジ、ドンクモデルのみつきがお届けしました。ドンクモデルの聞かさるラジオ、いや久々のソロラジオでね、あのもうバタバタですね。いやなんかもう準備してきたつもりだったんですけど結構バタバタになってしまって、皆さんからいただいたメッセージも本当たくさんいただいたんですが読み切れないものもあって、本当にね皆さんご参加ありがとうございました。名前の由来とかもね素敵でね、なんかこう笑える名前のラジオネームの由来とかもあったりして、本当にありがとうございます。でこんな感じで12月ドンラジは一人ドンラジ月間です。で来週からの予定お知らせします。来週の12日は愛香さん、19日は木下遥ちゃん、26日が沙織さんとなってます。皆さんねそれぞれ持ち寄ったテーマでおしゃべりしてきますので、どんなトークになるかそれぞれお楽しみにしていてください。私たちの公式 YouTube チャンネルドンクチャンネルでは後日ラジオのアーカイブ配信されます。ぜひね YouTube でドンクチャンネル何度でも聞かさってください。ドンクモデルの聞かさるラジオ、そろそろお別れのお時間です。次の月曜日も夕方4時30分にお会いしましょう。この後も FM のセーブでお楽しみください。それではですね最後に来週担当の愛香さんへ向けて一言、また来年愛香さんよろしくお願いします。バイバイ、来週もお楽しみに。